オリンピック3大会で金メダルを獲得した。鉄棒では月面宙返りを編み出した。現在は様々な体操競技団体において更新を指導する立場についている。現在も東京都在住、東京都北区出身。1966年に国学院高等学校を1970年に日本体育大学体育学部卒業。 大学在学中の1968年にメキシコオリンピックに出場した。1970年大学卒業後に河合学期に入社。社会人となってからもミュンヘンオリンピックとモントリオールオリンピックに出場。男子種目別の鉄棒で2大会連続で金メダルを獲得。1970年に跳馬で塚原飛び、1972年に鉄棒で、 月面宙返りの新技を開発した。特に月面宙返りの開発にあたっては、トランポリンのハーフインハーフという技を見て、これを鉄棒に使えないだろうかと思ったことから深夜、人がいなくなった、練習場で数ヶ月かけて一人練習を重ねて、技を完成させたことを後に語っている。妻は、元メキシコオリンピック女子体操日本代表の塚原、千恵子。 長男は同じく体操選手の塚原直也の体操一家。長男は2004年のアテネオリンピック体操男子団体メンバーとして金メダルを獲得しており、日本五輪史上初の不死金メダリストとなった。引退後には指導者となり、2002年には朝日生命体操教室と朝日生命体操クラブを運営する塚原体操センターを設立した。2009年秋の放送で、 支持法省を受賞。2004年に受賞した息子、直也と共に、親子での支持法省受賞者となった。2012年には、ロンドンオリンピック、日本選手団の総監督を務めた。2013年7月に執行された第23回参議院、議員通常選挙に自由民主党の公認を得て、比例代表候補として出馬するも、26位で、落選した。2014年には、 行動官評議員に就任した。2018年8月29日、リオデジャネイロゴリン代表の宮川際に、早見優とコーチが暴力を振るったとして、体操協会が同コーチを無期限登録抹消処分にしたことに関連して、宮川は記者会見を開き同コーチからの時に体罰を伴う、指導を自分自身と家族が肯定的に捉えていたことを認めるとともに、塚原光男と、 塚原千恵子からパワハラや朝日生命への引き抜き行為を受けていたと告発した。会見の中で宮川は塚原夫妻からあのコーチはダメ。だからあなたは伸びない。私なら早見の100倍を教えられるなどと言われて恐怖を感じたと述べた。8月30日取材に対して三つは宮川の発言は全部嘘と発言した。この発言については 同日に行われた日本体操協会の会見で副会長の具志剣工事は体操関係者として非常に残念として第三者委員会の調査に委ねる旨を示した。8月31日、夫婦で代理人弁護士を通じ私たちにも責任があることは確か、私たちの言動で深く傷つけたことを本当に申し訳なく思っておりますと文書で謝罪している。 しかしこの謝罪文の中に宮川への反論も含まれていたことが批判されたため、そのことについて9月2日に再び謝罪文を発表した。9月7日、この件で協会は第三者委員会を設置10日には塚原夫妻の職務一時停止を決定した。そして12月10日、第三者委員会は夫妻による宮川へのパワハラを認定しないとして、 同時に、協会は、不債の職務停止処分会場を決定した。ありがとうございます。